朴玄順、朴玄順、パクウォンスン、1956年3月26日体は、大韓民国の弁護士、社会運動家、ソウル特別市長、2011年10月27日体。1956年3月26日に、軽症南道少年軍竹屋面で、次男五女の次男として生まれた。竹家小学校、現在は、廃校隣に、 統合を卒業後、ソウルの景気高等学校に入学して、1974年に卒業した。1975年に、ソウル大学校社会系に入学したが、入学して、数ヶ月後に、僕正規政権に反対する学生運動と関連して、緊急措置違反で拘束され、大学を除籍された。その後、団国大学校史学科に再入学して卒業した。 1980年、第22回司法試験に合格。司法収集の同期には、後に、第19代大統領となったムンジェインがいる。1982年に検事となり、手口法検察庁に配属されるが6ヶ月で辞職し、翌年弁護士となる。韓国の代表な市民運動団体である、三与連帯の創設に関与、同連帯において、執行委員及び、 運営委員を務めたほか、政策シンクタンク、希望政策処理事なども務めた。2000年12月の女性国際戦犯法廷、民衆法廷では、韓国代表の検事として、昭和天皇を10万人以上の韓国人女性を、日本軍慰安婦として、強制連行、虐待した罪で起訴している。三与連帯事務所長を務めていた二千年当時に、行われた第十六大総選挙において、 落選運動を主導するなど、行動派の弁護士として知られる。2011年10月26日に行われたソウル市長補欠選挙に無所属野党統一候補として立候補して当選を果たし、第35代ソウル市長に就任した。2012年2月、民主党合党。2013年5月、民主党に、透明解消に入党。2014年6月4日の、 第六回全国同時地方選挙の一つとして、行われたソウル市長選挙で再選を果たした。再選後、大統領候補として、支持率が急上昇したが、朴金恵大統領の弾劾審判が始まって、以降は全代表のムンジェインに押されて、支持率の低迷が続き、2017年1月26日に、共に民主党の大統領候補予備選へ不出馬を表明した。 2018年6月13日の第7回全国同時地方選挙でソウル市長として初の参戦を果たした。無償給食の是非を問うため、住民投票が2011年8月24日に実施されたが、投票成立に必要な投票率、全有権者の3分の1を下回って、不成立、未開票となった。無償給食反対の立場から、 住民投票を推し進めてきたクレヨ君ソウル市長は、住民投票不成立の責任を取る形で、翌々日の26日に市長を辞任したため10月26日にソウル市長補欠選挙が実施されることに言った。翌2012年に行われる総選挙と大統領選挙の動向を占う重要選挙として、与野党とも市長選挙に向けた動きを本格させる中、 市長選挙への出馬意思を明らかにした。こうした中、若年層を中心とする支持率が高く市長選挙への出馬を模索していた、アンテッシュ・アンチョルス融合科学技術大学院長が市長選、不出馬を9月6日に表明し、牧支持を明らかにした。また、災害野党民主党における有力市長候補であるハン、アキラしく元国務総理とも協議し野党権。 単一候補を実現するために、お互いに努力することで一致した。2011年10月3日、ソウル市長補欠選挙にて、野党候補を一本化するための予備選挙が行われた。選挙の結果、世論調査とテレビ討論で、高い支持を得た、僕元順が52%以上の支持を得て、民主党候補の僕栄戦、パクヨンソン議員と、民主労働党候補の佐井慶明、 チェギュ・ヨプを抑えて、統一候補に確定した。この結果、ソウル市長補欠選挙は、与党半奈良党候補の羅ギン・奈銀ンと進歩系野党統一候補となった、ご厳順による、事実上の与野党一騎打ちとなった。選挙戦では無党派層の支持を得て、戦いを有利に進めた。そして投開票の結果、奈候補に7.2%およそ29万票の差をつけて、 当選を果たした。なお市長選挙で与党候補を破って当選を果たしたことで来年の大統領選挙における有力候補と目されるアンテッシュ・ソウル委員長と連携して新党を結成するのではないかとの見方が一部で広がったが、牧市長は27日に民主党、孫鶴系代表を表敬訪問した席でこれを否定した。 当選翌日の27日から市長としての業務を、はじめ、小学校5.6年生の無償給食予算支援案に署名した。市長就任後、一般職員との円卓会議やツイッターを利用した予告なしのイベント、1日3から4箇所を視察し、市民から市の政策に対する意見を直接聞くなど、職員や市民との触れ合いを重視する姿勢をとっている。十一月には、 市長選における公約の一つであるソウル市立大学校授業料の繁華を2012年度から実施することを表明した。市長就任直後の11月7日、韓米自由貿易協定、韓米 FTA 批准案の国会処理をめぐって最大争点となっていた国家訴訟制度 ISD について再検討を促す意見を外交通省部と行政安全部に提出した。 2012年2月23日、民主党冒頭に入党。同年5月1日、ソウル市庁舎前で行われた全国民主労働組合総連盟主催の名言集会に現職ソウル市長として初めて出席した。また、資本庁と参加の投資、出資機関で勤務する非正規職員3000名弱のうち1050名以上を正規職に転換したほか、 12月には、第2次非正規職雇用改善対策として、市長や地下鉄駅構内で、清掃業務に従事す、非正規労働者3000名以上を2013年6月から、正規職に転換するほか、警備や駐車場管理業務に従事する非正規、労働者についても5年間で、段階的に、正規職へ転換していく方針を明らかにした。2014年9月には、生活賃金制度、 最低限度の基本的、人間的生活を営むことができる賃金制度を2015年度から導入することを発表、ソウル市と参加機関などで勤務する労働者に適用されること、なった。2012年4月、前年3月に発生した福島原発事故を受け、小エネルギーとクリーンエネルギーの利用拡大による2014年までに、 原子力発電所一気分のエネルギー削減を目指す脱原発政策を発表した。2014年6月4日、第6回全国同時地方選挙のソウル市長選挙で、セヌリ党の低矛盾との事実上の一騎打ちを大差で、制止、再選を果たした。2014年7月23日、姉妹都市である東京都の舛添陽洋一都知事をソウルに招き、会談を行った。 2015年2月2日、牧師町の訪日に合わせ、ソウル市と東京都が道路陥没対応業務、技術的協力に関する行政合意書を締結した。合意書は、双方が都市の安全に向けて、お互いに技術を供与するという内容であるが、実質的には道路陥没が社会問題となっている。ソウル市に東京都が協力をする形となっている。 相互協力について、都知事のマスゾイ洋一は、道路陥没について言うと、我々のノウハウが進んでいるとした上で、得意なところを教え合うようになればと思うと述べた。2018年1月2日、テレビ番組に出演し、慰安婦問題日韓合意について、日韓合意の再交渉は、不可避だと考えると述べた。2018年6月13日の、 第7回全国同時地方選挙のソウル市長選挙で自由韓国党の金踏み明け、正しい未来党のアン安シュ裏にダブルスコアの大差をつけて圧勝し、ソウル市長として初めての参戦を果たした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。